どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日はですね、KC 前考察で磁石紹介していきたいと思います。で、磁石なんですけど、いろんな方があるので、何のタイプの磁石、これを紹介しようかっていうのがすごく悩んだんですけれども、最近流行っておりますのが30枚磁石なので、それをご紹介していきたいと思います。本当は自分自身はですよ、磁石の芝は否定派なんですよ。で、20枚から22枚ぐらいかなの磁石が好きなので、まあそれは生放送でもやっていこうかなっていうふうには思っております。で、なんで芝否定派かというと、最近は底なしとかカナディアとかが流行りだしてるんですよ。なのでバック干渉引きたいんですよね。で、そうなるとデッキを結構薄くしたいので芝否定派なんですよ。で、磁石が特に底なしカナディア、この辺でベルセリオン止められたらしんどいかなって思うことが多いので、それで自分はそのように考えてます。まあ、あとはね、あの芝刈りで芝刈った時のオチでね、左右されるのが結構嫌なタイプなので、うん、まあ20枚から22枚の方がちょっとパワー落ちるけれども、俺は好きかなといったところではあります。で、最近入り出してるカードっていうのはゾンビキャリアです。これはあの芝で落としてから蘇生できるっていう点がすごく相性が芝とも良くて、採用好まれております。で、ゾンビキャリアは手札を1枚ですね、デッキトップに戻すんですけれども、ただその後に手札コストをサーチしたりとかして、デッキシャカシャカしたりとかもできるし、シャッフルもできるし、手札が足りなければ先にサーチしておいてから、でその後に戻すとか、そういう風にいろんなね使い方ができます。なのでゾンビキャリアはすごくいいです。あとマグネットコンバージョンがあったりもしますね。で、あと相性で言うとですね、デスペラードには強いです。ただデスペネオスに対して相性いいかなと思ったんだけど、結構割とフラット寄りかなと思ってます。で、特にあのサイバーダークがしんどい。で、レンリンとかいたらマジでやばいっすっていう風に思ってます。で、墓所にするとそこがちょっと、もしかしたらデスペネオスの方が有利なんじゃないっていう風に思うんですけれども、まあ一応墓所じゃないっていう体でいくと、まあフラット寄りかなと思ってます。あ、で、ちなみにあのデスペラードに関しては、ハイオルゾンビにするとあの闇属性アンデッド属になるので、デスペラードの手札誘発なくなるんですよ。だから強いっす、あのハイオルゾンビの方が。で、弱いテーマに関しては魔導とかベンデット、そしてさっきもちょっと言ったんですけど、カナディア底なしに弱いのでトラミッド、この辺に対してしんどいんじゃないかなと思っております。で、スキルハイオルゾンビにしていることによって魔導を少しでも見たいっていう気持ちがあるんだけれども、ただそれでも魔導とはちょっとだけ相性が悪いかなといったところではあります。では、どういう風な動きをするのかっていうところをリプレイに撮ってみましたので、それを見ていただきたいと思います。で、例えば VS 古代を使った時に、まあ基本的には磁石の方がちょっと相性いいんだけれども、どういう風な巻き筋があるのかっていうところとかをですね、解説していきたいと思いましたので、古代とかに関して、古代と魔導かなに関しては負け試合を解説しております。で、墓所 DCDN に関しては、ここが墓所じゃなかったらもっといけるんだけどねとか、そういう風なところも踏まえて解説しておりますので、ご覧いただければと思います。それではどうぞ。では、次は相性がいいですね、デスペラードとやっていきたいと思います。で、デスペラード相手なんですけれども、これね、磁石から入ってもいいんだけどバレバレになっちゃうから、それだったらゾンビキャリアから入りました。で、そうするとここで磁石のこいつがね、召喚権増えるのがなかなかこのゾンビキャリアとも相性がいいんですよね。で、ここでアルマデスになっていきます。で、アルマデスになることによって、まあこいつらがね、効果使えないので手札誘発がなくなると。今の環境アルマデスまた強いですよね。で、殴っていきます。で、相手が割烹ベース使ってきて、これがありますよね、割烹ベース。で、正直これ小ずさいね、最近ね、バック干渉相手も増えてきてるから、伏せんのどうなんとも思ってきてます。あの狡猾とかがある相手だったらちょっと伏せといた方が良かったりもしたりするんだけれども、そうじゃないんだったら、まあ、何も伏せずにこれ手札にエネコンとかと同じように持っててもいいんちゃうかなっていう風には最近思ってます。で、殴られてこうなるんだけれども、この後にエンドフェーズ時にこのアルファ、効果使って磁石変化します。で、墓地貯めてベルセリオン出せるようにします。で、この後ゾンキャリキをあのベルセリオン、サーチしといたベルセリオンをデッキに戻して、で、こいつホワイトドルフィン出します。こういう風にね、星6とかも簡単に作れるよね。で、こいつ出してここ破壊して、裏シビのまま破壊すれば大丈夫なんで、これで破壊していきます。で、この後ドルフィンで、攻撃力を半分ポイントにして2回殴って勝ちという風になります。やっぱね、ドルフィン、こいつ汎用星6シンクロでめちゃくちゃ強いと思うんだよね。こういう風に、裏守備を破壊したりとか、アルマデスで破壊したりとか、
あとアンデッド族にしてから破壊したりとか、そういう風なパターンがあるので、デスペラードに対しては強いと思います。あとブロックドラゴンさえ出せば、サイバーダークで上飛び越えられると嫌なんだけれども、デスペラードに関してはブラックドラゴン出せば結構割と相手突破するのがしんどくなります。なので、そこはいい点だと思います。ちなみにボムスパイダー効果で、ブロックドラゴンを指定するじゃないですか。その後にチェーンカナディアっていう風に打つと、指定した後にカナディアで打つと破壊されるタイミングは裏守備なので、ブロックドラゴンも破壊できるんですよ。そこは一つ覚えておいたらいいんじゃないかなと思います。次はですね、 VS 6部衆との戦いをやっていきます。ちなみに6部衆にもですね、ハイオールゾンビをかませば、アンデッド族に全員なるので、アンデッド族になると支援にはなれないよね。戦士族じゃないとダメだから。でまず芝刈りで、ゾンキャリ落ちました。これは非常にいいですね。でデルタで磁石落として、こいつ伏せて、強化蘇生伏せて、じゃあそうすると結束結束からのここ弱かったです。新鋭からこいつキザンが飛んできます。で4ドローっていうね、この4ドローめちゃくちゃ強いよね。で3伏せされて、ここ殴られ、で、殴ってきたので磁石を蘇生と。でこいつ取ってきます。でこの後に変わって磁石星4になります。こういう風にね、どん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 墓地肥やししていけるのがいいと思います。そうすると引きたいカードが引けるっていうね。じゃあ引いたのがブロックドラゴンっていう。ちなみにこれ全然どうでもいいんやけれども、デッキトップ固定されちゃうから、先にゾンキャリで蘇生させてからこいつでサーチ入れた方がデッキシャカシャカできていいんじゃないかなと思います。でここで4、3、2、合計の、レベルは星9。そして星9といえばミストウォームを特殊召喚していきます。こうやってね、後ろ剥がしていくっていう作業が結構大事だと思うので、ミストウォームに対して、を出していきます。そうするとあとはベルセリオンとブロックドラゴンがいるので、対戦ありがとうございましたといったところです。なのでミストウォームも結構割とね、実は出せます。では次はですね、墓所 DCDN、サイバーダークネオスデスペラードとの戦いをやっていきます。でこのあと2枚伏せてターンエンドです。でもう墓主だったらこれね、最初にね、強化蘇生で蘇生させといていいんじゃないかなとも思います。そうじゃないとしんどくなります結構。でここだったらまずこのまま殴ってくるんだけど、ここでコズミックサイクロン使わんとダメかなと思って使っていきました。そうするとデスペラードが出てきます。で殴られてライフ取られます。でこの後なんですけれども、まあゾンビにしていきます。でこいつ出していきます。でちなみにもう墓所にするだけで相性めっちゃ変わるんよね。これでベルセリオン出せないんですよ。ベルセリオン出せないのがめちゃくちゃきついっす。だから、墓所じゃなかったらむしろ有利だとは思う。有利なんかな、まあちょい有利やとは思います。でも墓所サイバーダークネオスデスペラードに対しては結構きついと思う。で殴られて強化蘇生使って、でこいつね、本当は攻撃表示だったら負けてたんですよ。だから怪しい、若干もう墓所が重たい。遅いテーマの墓所は全然大丈夫なんよ。で、防御札がいっぱい引けてる時の墓所も大丈夫なんやけど、でもね、30枚磁石ってマグネットコンバージョンとかも入ってるから、結構ね、防御札ない状態で戦うことがあって、その場合重たすぎます墓所がって思ってます。でここ3体除外してベルセリオン出して、でここ破壊しようとしたら守られて、でここ破壊してタックルセイダーだったので裏守備になります。その後にこいつ、これです、これがめっちゃ強い。ブロックドラゴンを出すことによって相手は、ここをね、突破できなくなるんですよ。3000の守備を超えるモンスターっていうのはいないから、ラバゴぐらい、もしくはレンリンとか、サイバーダッカとかで上をこう飛び越えていくしかないんですよ。でこの28、ここも抜けないと。そうなるとあとは溜まっていくのを待っていって、溜まったかなと思ったんでここで仕掛けに行きました。でマグネットコンバージョンでこいつ戻してきて決めに行きます今から。でハイオールゾンビにして、ここね、後続出てこないようにしました。これで闇属性アンデッド族なんでね。でここ殴って、ここ殴りに行って、生物を使ってここの攻撃力をゼロにします。一気に決めに行ったんですけど、テンパランスがいたので守られてしまって、ここちょっと無防備の状態になりました。ただネオス2体どっか行ってるんですよ。で下級って攻撃力基本抜けないよね。
でサイバーダークエッジ引かれたらどっちみち負けだしってでなるとここで、裏面なのはデスペラードが出てくることなんですけど、今ゾンビ軍団にしてるんでデスペラード出せないんですよ。相手はゾンビなんで。で、今回自滅しておそらくデスペラード出そうとしたんだけれども、ここは出てこずにこのまま勝ちという風な場面になります。だから墓所をされた後にされるから基本的にはその際に後ろちゃんと引けてるかどうか、ここがめちゃくちゃ大事。引けてない時はこういう風にやられちゃう、今のでタックルを持ってやったらやられてるっていう風な局面になるから、まあ、磁石が増えるんだったら、サイバーダークネオスデスペラード墓所でいいんじゃないかなと思います。では今からやっていくのは VS 魔導の試合です。で、交換じゃないんだけれども、まあ、魔導の動きをしたから、参考になるかなと思って今回は録画してみました。で、めっちゃきついっす。あのゾンビ軍団にしてるから相手はゾンビ中は、アンデッド族になってる間はゲーテ使えないんだけれども、あのね、普通にその前にキル取られちゃうことがまったっす。後ろが引けてないと。で、ここ普通にセーブスとか伏せとってもよかったんだけどね。伏せてれば話は変わったかもしれないっす。でも、デッキがちょっと分かんなかったのとバック干渉が嫌だったから、まあ、ここ殴ってもらおうかなと思って、何も伏せずに行きました。でここでアドを取られてしまいます。でこの後サーチ入れてからのこのまま殴りに行くと相手ゲーテ使わないといけなかったんで、これでゲーテ逃げます。でこの後グリモでゲーテ取ってこられる。でバテルでアルマ取ってこられます。でこの後ワンキル実は届くんですよね。でアルマでヒュグロ取ってきて、でヒュグロ使ってセフェルでヒュグロセフェルヒュグロで攻撃力をめちゃくちゃ上げて、でここ殴ってくるタイミングでゲーテ打って攻撃力2500と1500みたいな感じになります。なんでヒュグロが絡むとこっち防御札引けてないとめっちゃきついんですよ。なのでこれは注意が必要かなと思います。なんで30枚磁石で後ろが薄いタイプだったらこういうことは往々にして起こると思います。はい、では次はですね VS 古代との戦いをやっていきたいと思います。で古代なんですけれども基本的な相性はこちらの方が、多少、いいと思います。で今回はギャラ祭でまずここ指定されたのでここでサーチを入れていきました。でちなみになんだけど、あの最終的に言っちゃうとこれダブサイ打たれちゃうんだけど、ダブサイのこと考えるんだったらこれも早めに使っといた方が良かったなと思ってちょっと反省してます。で、ちょっと油断しました。でここで撃たれて、リアクター出させちゃいます。ここであのリアクターを要は特殊召喚されなかったら結構勝ち格まで いかなくても相手エネコンなかったら結構詰むんですよ。なんでかっていうと白経由でリアクター出せば3000なんよね。でブロックドラゴンの守備3000が永遠抜けないんですよ。なのでこれで出させたのがまずかったです。で逆にこっち側でいくと城を早めに消費させたい、これは小津祭で抜いたりとかギャラ祭第2の効果で抜いたりとかベルセリオンで潰したりとかです。で、それで潰していければむしろこっちが勝ちます。で、そういう意味ではダブ祭打たせないようにしたらよかったからブロックドラゴン早めに出すべきかなと。ただとは言ってもね、とは言ってもギャラ祭墓地にいるからギアターンを開いてギャラ祭第2の効果でここパンって割られて一気に行かれてたから結果としてはあんま変わんないんだけれども、ただとは言っても、早めに使っとくべきだったかな。まあ、まとめるとこの城を早めに倒さないと3300打点なんよ。それがしんどいから早めにこの城は潰すべきだと思います。でリアクターサーチ入ります。でこういう風に普通にリアクターがこうポンって白系で出てきたら全然大丈夫だよね。ブロックドラゴンはめちゃくちゃ強くて、ただ、今回はこのまま行かれちゃいます。でこいつ出しました。このタイミングでラグがあったんですよ。だからカナディアかなと、やったらベルセリオン出してもしょっぱいなと思って今回出せなかったんですけど、出さないとダメですね、この可能性を考えて。で、このまま普通に行かれてしまいます。さあここで、出てきます。でちなみにこれもしブロックドラゴンとか出てたらどうなったか、これ3000ってなるんだけれども、その場合は白経由じゃなくてアドバンス経由で出しておくべきだと思います。アドバンス経由で出すと3300リアクター着地になるよね。でここ貫通効果がつくからここ殴って勝ちになるんですよ。なので、古代側の勝ち筋っていうのは早めにこっち側に対して殴ってライフを詰めておく、で、城を残しておく。そうすると、だいぶ怖くないとは思います。怖くないって言ったらあれだけどね。でプラスカナディアとかを引いておくっていう風に、まあ割とちょっと実は要求値はあるんだけれども、それでも全然いけんことはないです。でこれで、フィニッシュです。
いかがでしたでしょうか。なんで古代側のどちらかというと対磁石に対しての立ち回りが参考になればいいんじゃないかなと思います。まあ、以上のことを踏まえまして、個人的には防御札と爆干渉札が磁石には必要だと思うので、まあ、20枚とかがいいとは思ってます。また生放送でやるので見に来てください。で、そこでね磁石調整していきたいと思うので、みんなで一緒に調整していきましょう。それでは今回の動画は以上になります。よければチャンネル登録高評価ぜひともお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。